はよう。おはよう。待って。待って。プロトおはよう。おはよう。ねえ、Wi-Fi 大丈夫？ Wi-Fi の状況を教えてほしい。そんなびっくり。なんでそんなびっくりしたの？ 13、大丈夫？ Wi-Fi。どうした？三島じゃない人が映ってた。フルメイクだけ。久しぶりの。見れた？映った？ OK？ 大丈夫？よし。じゃあ何も気にせん。綺麗に見える？いつも言ってよ。おはよう。おはよう。久しぶりの。映ってる？ありがとう。オパル、オパルだよ。準備しとって可愛い知ってるよ。嘘だけど。ありがとう、ちくわ。朝ごはんをまだ食べてないから朝ごはん食べる。部屋ももちゃんだよ。ももちゃん。元気だよ。だからね、朝ごはんを食べるよ。なんかいてる。いてるって。いてるってなんだよ。久しぶりのフルメイク。ありがとう、ちくわ。握手会頑張るし。おはよう。朝ごはん食べるよ。やっぱね。朝はね。朝といえば何？朝ごはんといえば。お、向かっとる。お。じゃあ、うちのところ来てくれ。来てて。転がるさん。メイク完了だよ。あ、髪の毛は完了じゃない。こんなボサボサだけん。もういいわ、髪型って思って。あれ、かわいいし。どうした？三島春、待って待って。三島春香さん、初めて。ツッチーはね、初めてかな。癒されに来た、知ってる。千歳さん。あ、キヨニ、大丈夫だよ。そう。また風邪ひいたって。今回の風邪はやばかった、マジで。本当に可愛いって。あら、あら、あれれれれ。朝練だよ。今回の風邪はやばかった、本当に。ま、あの、真夏なのに、暖房つけて寝たけんね、寒すぎて。震えが止まらんで。めっちゃ久しぶりやで。メイク完了。髪型完了じゃないけど。ももちゃん、もうすぐ8時から、三島さんよろしく。お願いします。よろしくお願いします。三島さんでよかったですか？うん、三島さんだよ。正真正銘の三島さんだよ。影武者だけどね。今日綺麗だね。今日はって。今日綺麗だね。今日綺麗。今日は綺麗と一緒の部類に入っちゃうよ。朝ごはん食べるよ。焦げちゃう好みでした。三島さんは？わかる？この話。待って。わからん。教えてちょ。なんかインフルはありえんって言われたんよ、真夏に。だけめっちゃ怖かった。大丈夫だった？今日も、今日もだよ。うん、みんな今日もだよ。よし。ちょっとね、風邪気味ではないけど、声が治らんで。そう、ある、なんかね、ポンポンポンって体調崩す。あの猫来たぞ。うん。来てやったぞ、もう好きなんだから。女子っぽいで。三島おはよう。おはよう。来てや、おしましでもう。今日の服装はやばいけん、マジで。やばいよ。おはよう。あ、ちりめん聞いてくれた？ Thank you。ずーっと前やけどね。朝ごはん食べるよ。日本人といえば納豆だけんね。和食食わんやつは、あれやぞ。ね、朝ごはんはね、納豆ごはんと絶対あれだけんね。朝ごはんはちゃんと和食を食べんといけんよ。で、もう一つはたっぷりトマトとクリームチーズっていう、めっちゃ洋食がぶっこんできたけど気にせんで。 いや、めっちゃなんか新発売ってめっちゃやばいんだけど、うちの中で。 ラーメンないわ。ないわ。おはよう、はるかさん。久しぶりやん。いや、みんなめっちゃ久しぶり。
朝ごはん各地で食べてるの。そうだと思う。さっきアリノンがなんか朝ごはん配信ってなんか書いてあった。覗いてはないけど テロップで書いてるのは見てた 青鳥出るよ、リアルアネバホス。なんでやねん、もうウラジの時びっくりしたやろ。三島があんなドスコイ、ドスコイじゃないけんね、アイドルだけん。お久しぶりっつ、自分だ。だるまありがとう。なんちゅう朝ごはんや。ごめんね、今日はね、軽く済ませるよ。団体戦ちゃう。ほら、納豆巻きだよ。ありがとう。ありがとう。あ、白く巻きたじゃ。今日もお仕事な。お初。お、ありがとう。みんな気を使ってくれて。ありのワンタンを作ってた。なんやって。お、ケンジさん、ケンコちゃん、お久しぶり。元気だよ。今日は無理だけど。お、オッケー。なんか大阪の人めっちゃ多いよね。ああ、全然いいし。墓参り頑張れ。ちゃんとね、拝むんや。ええー、カプン。今頃恵方巻きちゃうわ。何やか食べられないでしょ。食べれないよ。声低いやろ。だが気にせん。こうして。覚えやもんね。でもお盆の最終日、阿波踊り出ますよ。あ、宣伝やめてよ、三島の連から納豆中 そう、今回ほのたんの隣なんよ。納豆巻きと焼肉を食べるんでしょ？なんで知ってんだ？なんで知ってんだ？怖いんだけど。もう、お、まさかのカイチさん、今日、あ、覚えとく覚えとく。やば。え、まさかの、念願の会えるやん。今日の服装ね、ちょっと楽しみにして。声聞こえなくなった？ちょっと待って。怖いこと言わんといて。父ちゃんおはよう、おはよう。お盆。ああ、仕事が。それしゃあない。能力者が俺怖すぎ。と、ラーメン。ラーメンは締めやけん。親父か。うん、そう。あの動画か。もうあの動画なんか、カミカミだったけん。ちょっとなんか、自分で見たいような、見たくないの。してくれますか、カメハメハ。いいよ。ケンジさん、この前できんかったけんね。約束を守れんかった。すごい持ち方をする人。待って、置く場所がないんですけど。ほら、え、画質いい、画質いい、ちゃんと。服装見たい。マイク外れた。はあ、いけた、いけたぜ。カメハメハ。リクエストあったけん。いいえ、いいえ。替え玉5、5はやばい、5はやばい。せめて2だな。せめて。あ、4部。じゃあ4部はもうあの服装じゃないか、もう。あ、今日はね、握手会ということで、握手会会場から、配信多めでしますよ、今日は。指長い？え、めっちゃうち手ち、あのね、めっちゃ短いよ。びっくりするほど。ほら、見て。わかんないね。姉御今日で増えるよ。増えるから来てな。お、明日行く？取っとらんけど。えー、なんでやね。おはよう、強日。今日も頑張ってね、仕事。あ、ゆうくん来てや。12時に行くんだけどな。じゃあ、来るんじゃない？こっちの問題だったって。
4分は大西で、ああ、それはどうもだな。10倍はやばすぎ。本当、超絶嬉しい。え、それ嬉しい。今日はいけねえって。あ、そう、イコーラダブさんしか見とらん。かわいいもんな。相手は逃げる。お、当日券で行きます。さすがっす。じゃあ、ゆうくん待っとるけんね。チラ。あ、よしりも今日来るな。うっす。うち、そう、勘がした。稲見さんありがとう。さすがゆうくん。あんちゃんが。あ、やばい、逆から食べてしまっとる。9月10日に行く。お、待っとるで。あー、なるほどね。イコラブの個別行くんだって。お、10月行く。お、待っとるで。休みやったのに仕事になってまた。 それ悲しいやつやん。明日 気をつけてる。美しいパート。お、嬉しいね。嬉しいよ。なんでやろうみたいから。おい、うん、嬉しいパート可愛いよ。知ってる。納豆巻きだよ。やっぱね、朝は和食じゃないといけないよ。名古屋来るかな。どうだろう。じゃんけん大会名古屋だね。船が来たらね。大丈夫、納豆酒は先見。納豆はやろ。へえ。イコラブの。ヤモタンナちゃんとミュウ、へえ、あれか、ティフで仲良くなったんか。お、待ち受け、さすがっす。今日行ってること言ってきます。なるほどね。よしね。まさかの仕事だった。じゃあ仕事頑張ってね。おはよう、こうきくん。そう、外資よな、外資。いっつもさ、開示ホールに見えるけんさ、やばいんだよ。食は、そう、どんだけ風邪をひいても、うちはね、食欲はよく、なくならないけん。ただみ。なんか見たことあるぞ。ここに。ノルハル。納豆巻き好きなんだよ、ハッシュタグ。なんで、ハッシュタグ最後に爽快。ざわざわ、やめろ。やめて。ゆういちくん、おはよう。おはよう。今更かい、ラーメンマンさん。お、明日はまっすぐ来てね、フードファイナル。いつもかい。大事や。はまい。納豆大事、ザーザー。自動車メカイはね、確かね、9月か10月だったような気がする。え、でも、多分ね、結構多いと思う、自動車メーカー。コーヒー、すごい、すごすぎ。カストレンかな。 おい、おい。それはどういうことや、かおちゃんのね。今日のランは豪華かよ。豪華かよ。魂だけ、お、OK。魂だけ来るって感じが。それじゃあ、ようできたって。ランドリーしゃべかい、ブレるよ。知ってるわ、ブレるよ、そりゃ。可愛くなった。お、嬉しいね。ちょっともうあれはね、オーディションの時のね、写真はね、もうね、あんま見たくない。太ってるけんね、あの時。新庄プーさん。そうな、パルト。知っとるよ。ちゃんとね、お墓参りはね、せんといけんけんね。お墓がね、汚れとるとね、怒るけんね。おじいちゃん、にょりさん、はじめまして。はじめまして。食があることはいいことだよね。そうだよ、いいことだよ。おはよう、きよさん。今日も行けへん。あららららら。あららら。一言、大好き、知ってる。15日、お、家に行く。来てや、来て来て。
うちね、何気にね、徳島のイオンね、行ったことないよ、まだ。だけどね、初イオン。でもね、地元でお仕事じゃん。知り合いがいそうで怖い。イオン。ほんとかいね。嬉しいね。あさみおはよう、久しぶり。雪うさぎさんも久しぶり、アルティマさんもお久しぶり。見てる、やめて、見れる、確かに。あの頃はああでしたねって。角が、ちょっと、タイヤ切れない。もう切れない。お腹の外ね、めっちゃ詳しいよ。お、今日行く？お。いいよ、いいよ。なんかね、放り込んだ。いつも二口やばいでしょ。え、どっちでもで覚えてる？ニャルタンとニャンコタンで。どっちも覚えとる。確かにみんなね、びっくりするかもしれない。リアルアネゴ。お茶飲みなさい。お茶飲むで。今日煎茶。なんでお墓に詳しいかっていうと、お盆が詳しいかっていうと、おばあちゃん子だけん。関係あるんか。お盆の前になると、家の前でいつも迎え火、先祖さんを、なんていうの、お迎えするために火を焚くっていう。ミルクティー飲みなさい。ミルクティーなかったよ。割とね、割とだけね。いや、割と。あ、そうだ、今日かおちゃんの例の隣じゃないんだ。そういえば実際驚愕した人1名おるけんね。みんな何本食べてるの？ まだ1本目だよ。 おはよう、初見です。今日はな、かつみ、今日はな、いつもありがとう。あのね、日本人はね、朝ごはんちゃんとあれだよ、めっちゃ詳しい。オッケー、どっちかの名札来てつけてくれたら嬉しい。そう、送り火もやるよ。やっとった、やっとった。やっぱね、朝ごはんはね、和食じゃないといけんよ。みんな和食じゃないと。今日はね、ご飯食べ、納豆巻き食べたやろ。次はバジルの香り引き立つたっぷりトマトとクリームチーズっていう、すっごいね、朝からね、すごい飛んだ手のひら返しするようで、ごめんけど、サンドイッチ食べます。今日はもう、そう、確かに、名札いる。もうね、あさみは分かった。もう何回も会っとるけ。 だから大丈夫。初めましての人は、嘘だったんかいって、フリだったんかいって。 待って、すごい匂いがする。え、待って、すごい匂いがするんだけど。 そんなオチかって。ハルト痩せた？痩せてない。和食じゃないって。何回和食に。 あと、かわいい。知ってる、こうきくん。ありがとう。危険だって。バジルは和食。バジル、どんな。え、待って、すごい匂いなんだけど。クリームチーズとバジルが出会うとこんな匂いがするんだって感じ。髪の毛食べちゃった。お米食べて、そういう投げ返した。しない。大丈夫かい、そんなもん食べて。多分ね、大丈夫。三島は大丈夫。けどね、匂いがね、すごいよね。今日は、いや、毎回、いや、来てやー、もう。来てやー。でも仕事やもんな。リアルからリア。
ごめん、隣のレーンたち、誰だっけ、今日はあずさとほのたんだ。ごめんね、カメラのケア食べる。どんだけ食い意地張っとるの。ありがとう、花束。花束、朝が面白い。ごめんね。あ、うち個性ないけんごめんけど。ごめん。ごめんね。あれだけんね、うち。ごめんね。うち何も個性ないけん面白さもわかんない って言っとこ。確かに発酵食品さん、おはよう。ん？アイスありがとう、ゆうこ。久しぶり、おんざさん。邪魔するなか言って嘘だよ。いらっしゃい。歓迎。あ、こっちから頑張るよ。おもろいのって。お、いいね。評価が好印象で。数学を イオンで迷子になるのよ。なんてことを言うんだ。迷子になりませんよって言っときながら迷子になるやつ。口を引きなさい。やばい。なんていうことだ。いや、おしぼりつけてくれてないんだけど。まあ、いっか。アキスタンフンファンフンフン。うん。やばいよ。うん。結構面白い。そんなことやないですって。で、言っとこう。個性しかない。まあね、ネタバレというか、今日の服装は 今日の服装はうちの清掃の服を着ていく。着ていくじゃない、持っていく。着ていったら捕まりそうだけんやめる。マヨネーズついてる。迷子で発見されて大騒ぎ。ふんどしちゃう。ほのたんと殴り合いしちゃダメだよ。し始めたらもうやば。有名になっちゃう。ついに解禁。待って、アルソックの制服着ていったらやばいやつでしょ。今日の服装はまさかって。サッシにしようって。そんなやばい格好な、そんなやばくはない。初見、初コメ、お、ぼっちょ、パッチョさんか、ごめん、間違えた。お、ほのたんずだ。いらっしゃい。それはやばいって。アルソクの方ちゃうわ。パルソクちゃうわ。やばい、本当に。でも普通に普通だった。うん、やばい、やばい、白いスカートにトマトが落下した。何もなかったよ。嘘だけど。うわ、ショック。うわ、落としてもうた。うち受けるな、そしたら。イオンの場所が分からんくって、夢タウン行きましたって。アホやん、逆方向やん、完全なる。落ちちゃった、トマトが。やってしまった。チーンだわ、本当に。今何時ですか？可愛く着とるやん。女の子だからね。
マスクなくなったよ。あ、昨日の配信見てくれた、ももちゃんの。嬉しいね。ほら見て、あ、38分、 OK っす。ありがとうございます。当たんないからそれを変えるのか変えるのか。お、知ってるよ、ノエピーさんがソロで出るって。女の子だったの、女の子なんだ、スカート履いとったんって。具だくさんじゃない、めっちゃ。かえ、お、嬉しいね。いや、大丈夫、パルトは見つかるぜ。見つかるぜって。セーラー服だな、かわいすぎかよ。パルトがいっちゃんかわいいよ。カモンって書いとるやないかい、名前に。一番ちゃうよ。いつもこう聞くよさ。パルトがいっちゃんかわいいよって言っときながら、カノオシって書いとるやん。そうやん、トマト嫌いな。でも知ってるよ。知ってるよ。星全部投げてやる。お、嬉しいね。あ、待って、なんで前髪こんなことした。がっつゆ、ね、そこまで朝ね、食べるだけだよ。案外ね、食べるの遅いよ。遅いんよ。でもラーメン食べるときはね、10口ぐらいで食べるか。めっちゃ早い、めっちゃ早いよ、ラーメンだけ。今一番、この瞬間一番。なるほどね。あ、レター届いた。あ、待って、それはね、多分ね、またスタッフさんにね、会わんといけん。私まだ会ってない。知ってる、知ってる。かのんちゃんのが読まんとこ、うちはもうそのこ、あの、読まずに目で追って読んどくわ。パルトがいっちゃんで、私は無口、上には上がおったわ。あの練習早っ。相変わらず声低いね。そうなんよ、今日は一段とだよ。でもね、案外ね、会ったらあれって言われる。あ、なんか思ったより声低くなかったですって、なんかこの前の握手会で言われた。おはようございます。今日なぜか美人、ひどい。すごい棒読みだけど、でもよく聞こえる。あれがいっちゃうかわいいよって。ほら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 、割とだけどね。大尊敬。そうだよ、思ったより背低かった、割とって。言いたい放題か。そうなん、同僚連れてきてくれる。おもろいね。いや、見つけて声かけてや、かけてや。パート好きです、知ってるです。タラちゃんやタラちゃんや、それ好きです。今日8時かな、分かった、ワンピースってほら、割とガチで言おうかな。ほらほら、声を大にして言うんだよ。声に大にして言って。待って、なんか変なもん食べたよ。どうしよう、なんか変な葉っぱがある、口の中に。ちょっと、ね、OK、 なんかやばい、バジルの葉っぱやばい。ほら、割とガチで分かった。
なんかタレちゃんいいよ。タレ待って声が出る。なんかミントみたいなのがある。確か今日93だった。タレちゃんです。あ、言えんかった。今日クオリティめっちゃ低い。え、バジルの葉っぱがめっちゃなんていうの、あれだった。なんかパクチーみたいな、パクチー食べたことないけどパクチーみたいなやつだった。うん、バジルがバジルしてる。あ、ほんと？ OK。 じゃあうちの技を使おうかな。秘伝の、なんもないけど。当たりだ、当たりちゃうね。あ、よかった AKB ショーの。いやー、見てくれてありがとう。うわー、おはようございます、おはようございます。口笛吹けるよ、カメムリちゃうよ。あ、さきちゃんがね、あの一部三部とかなんか奇数の方で、うちが偶数の方なんよ。二部四部なん六部、秘伝のタレを見せたろか、バジっていいじゃん。なるほど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 って、なんだったっけ、なんだったっけ。こんなに初見を入れ、そうそうそう、大谷さんと同い年。え、STU の大谷さん、そんなうち若くないよ。大好きレパルト知ってるやで。あ、あ、なるほどね、なるほどなって、なるほど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 ね。待って、どうやって食べよう。寝起きドッキリしたん。マリーナと同じ言わないって。今日お行儀悪かった、やばい。トマトが案外ねえ、バジルがさ。うん、明日、お、息子の方がお、オッケー、明日と20、おはよう。そこは不特殊でしょ、いけれんかった。パルト好きやで、知ってるやで。寝起きそう。うち怒らんよ、何言ってんの、怒らんよ。部屋遠いもん、あそこから、オチョの部屋から。オチョとココアやろ。ん、あ、さ、うん、なんか逃げられたんだけど、北さんに。怒らないけど投げるだけ、確かに。食べ方おっさん、中身おっさんやけんね、気をつけてね。そうそう、仕事、あ、頑張ってね、仕事。怒らせた命が危ない。うち怒りませんけんね、あんまり。意外って言わないでね。そう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 、疾風さん、そうな。ねえ、なんかさ、なんかさ、なんかさ、バジルがさ、あ、ジミー、あ、うちのリクエスト答えてくれた、あんちゃん。嬉しいね。ラーメンは醤油派？じゃのーって、のしー。ラーメンはね、醤油、うん、醤油好き派。でも豚骨醤油派。どうしたって、バジルがさ、バジルが、おはよう、おはよう。え、バジル歯についてる、やばい。
あ、取れた？ならいいや。バジル初めて。初めてじゃないけどね、バジルの葉自体はね、初めてかも。握手会頑張るし。うん。同じやつ買ってくる。お、嘘やん。待って、確認してくる。終わった。チームとか HKT さんのページだぞ。嘘やん、ありがとう。ハートがにゃんこたさん。ローソンで聞けるん？瀬戸内の声。堂々とレジ行こうかな、そしたら。ただいま、ありがとう100個。そうだよ、今日はゆいの誕生日だよ。ハッピーハッピーバースデー。あ、仕事行ってらっしゃい。握手会楽しむで。シロップ飲んでないわ飲んでませんわ。なーな、お茶あるんかな。ないわ。あったわ。苦いけど。で、なんていうの、なんていうの、残りのすごい濃ゆい分を飲んでしまう。お、10日後、前葉さんの生誕祭。あらら、っていうことは何日だ。今日は11でしょ。21ってことやな。次は何食べる。もう終わっちゃった、終わっちゃったピムと同じ。大丈夫よ、大丈夫。今日は山の日だよ。あ、そうなんだ。で、二人だ。16期生のつんちゃんと。おお、よちょ。待って、おるん？ここにお、このショールームの中におるのか、それともこの部屋におるのかがちょっと怖いんだけど。姉さんね、もう終わったよ、誕生日。4月よ。4月の18だからさ、加入したての時にさ、なんていうの、誕生日のさ、情報がさ、ギリギリに出てさ、で、その時に誕生日を迎えたから、あんまり、祝福はなかったけん、来年だね。二度にするなよ。あ、すごい祈ってる。嬉しいね。その前二度寝って、二度寝しちゃいそう。なんかこれめっちゃ楽。まあ知ってたけどな。知ってるんかい。まあ知ってるよな。力こぶ見せて。どうしようかな、どうしようかな遅くなったけど誕生日おめでとう。遅すぎそう。お、はるくさんすごいいいこと言ってくれよ。うちと一心伝心しとるやん。情報出た瞬間終わる幕張まであと30分。お、いいね。どんどん近づいてるよ。見えるんだけど俺の目がどうしたかな。今日はね、正常だから大丈夫、大丈夫だよ。パルト、おはよう。おはよう、おめでとうパルトいやー、今何時か教えていただきたい。あ、前髪、髪の毛ありがとうございます。おはよう。熱はないんよ。でもね、声がね、治らんのよ。あ、本当に嬉しいね。53分。あ、いい時間じゃないか。終わろうかな。無理せず頑張るじ。
目を細めて見てるけど今日は可愛い。どんだけやねん。お、ハッシュタグつけてくれとる、こうきくんが。ランキング読むぜ。どうだから注意して。あ、そうなん。あ、なんか言っとったな、そういえば。帰りに。程よい。よっしゃ、読むぜ。じゃあ13位あんちゃん、イエイ。そして12位阿部さん、イエイ。そして11位孫悟空さん、イエイ。そして10位こうきくん、イエイ。9位炎上さん、イエイ。そして8位コルトピさん、イエイ。そして7位豚丼マンさん、イエイ。8位読んでないな。8位コルトピさん読んだんか。7位豚丼マンさんね。で6位がインナミさんで、5位キヨニーカで、4位ニョーリーさん、イエイ。そして3位ハチミヤさん、イエイ。そして2位カツニー、イエイ。そして1位ニャンコタンさん、イエイ。皆さんに拍手拍手。あかん、眠いてあかんよなぜなぜなぜ、今までありがとう、今日で見ようさまです。どうした、コシヒカルさん、どうした、なんかあった、その理由を、どうした、なぜ急に突然別れは来るの。いやーって、いやーってかいハートで、イエーイ。お仕事頑張って、お、頑張り、頑張って、頑張って。やばい、前髪を、じゃあ声低ない、ええやん、ええやん声低いでしょう、気にすんな、頑張るよ、別れは突然よって言っていい。じゃあ今日頑張るよ、今日配信するけんね、いろ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 、うん。じゃあお仕事、あー、お仕事したいけど、お仕事、お仕事、お仕事頑張るじゃん、ええやんって。おいらに気に触ってみたい、ごめんよ、して、なんで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 、どうしたまあとりあえず今日は頑張るけんね。じゃあバイバーイ、またね。